釣りガチ勢の皆様こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はね、P ラインとリーダーの結びなんですけど、長江ノット、こちらね、ご紹介させていただきたいと思います。こちらのね、今回ね、ご紹介する長江ノットはですね、リーダーにね、結び目をね作らない長江ノット、PR ノットのね、改造版ともいえるね、ノットなんでね、ご紹介させていただきます。それでね、早速始めましょう。まずね、P ラインをね、軽く濡らしましょうか。5、60センチね、ちょっと濡らしていただいてね。まあ、湿らせていただくかね、指にね、リップクリームとかね、ワセリンを塗っていただいても結構です。そしてね、この P ラインにね、リーダーをね、這わせましょう。ちょっと長めに這わせましょうかね。こういうふうにね、合わせていただいて、3、40センチのところね、合わせていただいたら、ちょっとね、このリーダーの破線側をね、一回指で巻いて、こういう形を取りたいんですね。これがね、リーダーの本線。で、これがね、P の、ね、破線です。先ですね。この先、10センチぐらいのところに、ね、クリップ、挟みましょう。ぎゅっとね。ね、ここの部分をね、なるべく長く取っていただいた方がよろしいと思います。あとでね、ハーフフィッチしますんで。で、このね、リーダーの本線に、ね、10回巻きましょうか。1、2、4、5、6、7、8、9、10。これはね、まあ、ランダムでね、密に巻かないで結構です。わーっと、ね、巻いていただければ。そしてね、戻すんですけど、戻すものはね、戻すときに巻く。糸はですね、密に巻いていきましょう。そのためにね、戻すためにね、ここ一回ね、逆転させましょう。こう押さえていただいて、逆転させてね、それで、ぐるぐるぐるっと密に巻いていきます。今度はね。そしてね、ここ短くなりすぎた場合ね、ちょっと伸ばしてあげましょう。あとでね、これぐっと引っ張ればね、密になりますからね。よりね、そしたらこのままぐーっと巻いて密にしていきましょう。抜けそうになったらね、クリップもうちょっと上にね、やりづらかったら上にしていただければよろしいと思います。そしてね、ここね、あとでギュッと締めますんでね、非常に、ね、密になると思います。そしたらね、クリップをね、外していただいて、ちょっとよりを取りましょうか。本線に絡まってよりを取っていただいて、ここでね、軽くね、この本線とね、ひげをね、軽く引っ張ってるとね、より密になります。ここがね、ぎゅっと。で、形をちょっと整えていただいて、ハーフヒッチしましょう。このね、ハーフヒッチはね、こちらの線、PE のね、本線の破線、さっきクリップ使ったやつですね。これでね、P の本線とリーダーの破線にね、ハーフヒッチ。そしてリーダーのね、本線側にね、両方持っていただいて、ギュッと引きます。ギュッと引いて。引きずらなかったらね、こちらね、両方持っていただいてね、キュッとこう引くと引きやすいですね、意外とね、こう両方持ってやると。そうね、どんどん色変わっていきますから、ここの P のね、結びの色がどんどん変わっていきますからね、ぎゅーっと引いていただいて。そうしましたらね、あとハーフヒッチをね、4、5回やっていきましょう。今ね、上からやったんで、次は下からやりましょうか。これもね、なるべくね、張っていただいて、ここのね、先を歯で加えてね、
ギュッとこう固くね結んでいただくのが一番よろしいかと思います。でね、ハーフヒッチもねここで縛らないでね、この根元のところでね、ギュッとギュッと縛りましょう。おかしくなりましたね。ちょっとこうね、緩んだんでね、プライヤーで、ね、締めさせていただきます。大丈夫ですね。そうしましたらね、こちらリーダーはねカットしましょう。リーダーをこうね、焼き昆布作る方はねちょっと多めに 3,4 ミリね、ちょっと出していただいてね、この結び目をねもう一回濡らしましょう。濡らしていただいて、このね先だけはね焼き昆布作りましょう。軽くね焼き昆布作っていただいて、そしてね本線をねギューッと引きます。ギューッとね色が変わるまでねギューッと引いてください。ね硬くなりますからね。そしたらね、最後ねここにねエンドノットしましょう。本線の上にね破線を乗せていただいて、まあ、いつものようにね輪の中に指を入れていただいて5回ほどね入れましょうか。2、3、4、5回ほどね入れていただいてね、指をね入れとくと形が崩れにくいんで、こう入れたらね形を整えましょう。形を整えていただいたらね5回やったんで6回ほぐしましょうか。1、2、3、4、5、6回で全部ほぐれたらここを押さえていただいて、ね、破線をねギューッと引っ張ります。そして最後ねリーダー方向にギュッとギュッと引きましょう。そうするとねリーダーにね結び目のないね長鋭ノット完成になりますんでね、ノットの巻きすぎでね指にねタコができて皮がむけてしまうんですよね。そしたらね2、3ミリ残してカットしていただいて、やはりねこう軽く水で濡らしていただいて焼き昆布を作りましょう。キュッと、こちらでね長鋭ノットの完成です。
それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さよなら。